はい、吉谷さんこんにちは。そして動画をご覧の皆さん、皆さんは新しい製品を買った時に、例えば電子レンジとかね、パソコンの機器とか買った時に説明書を読みますかね。で、私読まないんですよ。というのが、今は説明書がなくても大体こんなもんだろうっていうふうに分かるような形になってます。例えばボタンが1個しかないとかね、充電したらもうすぐ使えるとか、物に言ったら最初から充電してるのもありますよね。だからある程度適当にやっても、今までの機材を使った経験からその延長線上で大体同じように動作困らないように作られてるんですよ。でそうは言ってもね、難しいものもあるよとかね、今までに扱ったことがないようなものもあるよっていう方がいらっしゃると思います。そういう場合は YouTube で製品名で検索すると、その使い方を説明している動画がいっぱい出てくるんですよ。でその中でね、まあ例えばどんなものがあるかな。まあイヤホンでいいや。こういうふうなワイヤレスイヤホンを紹介している人がいるとしますよね。でも紹介している人っていうのはたくさんいるんですよ。その紹介している人にと、まあ、よってですね、紹介の仕方が価格から来るのか、この製品の成り立ちから来るのか、自分のライフスタイルにどういうふうに合っているのか、それともね、他の製品、似たような製品との比較で来るのかっていうふうにいろいろあるわけですよ。私も最近ね、まあ、車の中の掃除をしたくって洗車場に行ったんですよ。そうすると大きい掃除機みたいなやつで先にホースがついてね、ビューって引くやつがあるんですよね。すごい吸引力で、車のシートとかを掃除するやつ。さあこれ100円入れて5分動くんですけども、あ、これ結構いいなと思ったんですよ。うん。で大体ね、100円じゃ足りないんで200円くらいで車1台、軽自動車1台をこう清掃できるんですよ。だからベルファイアぐらいになったら300円400円ぐらいかかるのかなと思いながら、待てよと、これから車をずっと掃除する中でね、1回につき1台200円300円かかってるとしたら100回ぐらいやるだろうから、そしたら2万3万かかるなと、そしたら2万3万で掃除機買った方がよくねえかみたいな感じで考えたんですよ。そしたらね、価格にして8万から10万ぐらいするダイソンの掃除機と同じような機能を持った、同じような吸引力の、同じような扱い方のコピーのね、そういった掃除機があるんですよね。それ買おうかなと思ってるんですけども、やっぱりね、安いんですよ。1万2万で買えるんですよ。いや、これすごく良くないですか。うん。でしかもそれって YouTube で探したんですよ。 YouTube で探すと、どんな特徴があるのか、どういうデメリットがあるのか、ボタンはどこにあるのか、どうやって充電するのか、そしてワイヤレスかどうかってことも書いてあるんですよね。ランニングコストも出てるんですよ。で最終的なコストとダイソンの掃除機との比較、場合によっては車の中のクリーナーね、あれとの比較が出てるんですよ。すごく分かりやすいんですよ。その中でこの人の紹介分かりやすいなっていうところだけをチャンネル登録して、その人が紹介する商品をどん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 見ていくみたいなことをすればね、もう説明書を買ったのと同じ効果が出るんですよね。で今回ね、何が言いたいかっていうと、すでに製品はあると、製品に説明書もついてる、だけどもその説明書を読むだけでは分からないこと、もしくは説明書を鼻から読む気がない人向けに YouTube 活動したって人の役に立つことができるってことなんですよね。うん。だからね、ここで言いたいことが2つあるんですけども、1つはですね、すでに世の中に出ている情報、説明書みたいな情報ですら役に立つことができるんで難しくないでしょ。説明書を読むとか、説明書の通りに、機材を動かすとかね、すればいいわけなんですよ。でもう1つはね、同じ製品を同じように説明している動画ですら複数あっても、まあ両立するってことなんですよ。で私がたまに見るのがね、都市伝説とかね、昔起きた怖い事件の動画なんですけども、これって同じ事件をいろんな人が扱ってるんですよ。ほとんど紹介の仕方は一緒です。で最終的にその動画の作った人のね、個人的なコメントとかがちょっと違うだけなんですよ。でもそれぞれにファンがついてるんですよね。だって同じ事件を紹介してる、同じ都市伝説を紹介してるんだったら、これ一本でいいじゃないですか。なのに複数存在して、全てがね、そこそこの再生数で出てるんですよ。拮抗してるわけなんですよ。ということは、私たちは情報発信に何ら困ることがないんじゃないかなってことが言えるんですよね。何を紹介してもいいんですよ。例えばね、私最近ソフトバンクの Wi-Fi から au に切り替えたんですよ。そのモッピーというポイントサイトの切り替えたら、なんか11万円相当みたいなのがあったんでね、切り替えたんです。そうするとその切り替えるってことに対しても、いくつか動画を発信することができたんですよ。例えばね、切り替えるときに au っていうのは最初から無料プランがついてるんだけども、これ3ヶ月目から有料になるよってことなんですよ。だから自力で解約しないといけないんですよ。その解約を忘れると、使わないのにもう何年もね、その利用料金を払わされるみたいな、そんなトリックがあって、でその忘れちゃう人がいるから11万円もの
振り替えのボーナスが払えるっていうからくりなんですよね。そして、切り替えた元のソフトバンクなんですけども、機材を返してくださいっていうふうにね、こうやって来るんですよ、通知が、ご丁寧に、そうなると、この今まだ開けてないですけども、これを開けて読むっていう行為とか、あ、そんなんが来るんだっていうふうに切り替え前の人にいろいろ告知できるんですよね。そういうふうに自分の体験ですらまだ未体験の人に対して重要な価値を持つってこともあるんですよね。だからね、情報発信にね、こと書くことがないんですよ。で、昨日私ね、ちょっとね、少年時代を思い出して昔の漫画を読みたいなと思ったんですよ、またしても。で、メルカリで検索するとこういったね、漫画が出てたんで、全4巻買いましたよ、全4巻ね。で、買うことができるんですよ。これはインターネットで販売してますよっていうふうにアウトプットしている人がいるおかげで、私は手に入れることができたってことなんですよ。だから私はその、こういった漫画をね、売ってますよ、持ってますよっていうふうにアウトプットしてくださった方に対してすごく価値を感じて、そこに対してお金を支払って商品をもらったっていう経緯になります。で、しかもこの商品もらったよっていう、買った方ですらこうやって情報発信できるわけですよね。そうすると、もしかしたら確率つかないですけども、え、こんなマイナーな漫画持ってるのすごいね、もしくは、あ、俺もその漫画好きだったんだよみたいなね、共感が得たりするわけですよ。で、知らないでしょこんな漫画、誰も。大してね、有名じゃないって言ったらね、書いてる人に失礼ですけども、まあ、あんまり有名じゃない漫画家の方ですよ。でも、こういう漫画にもファンがいるんですよね。よくありませんか、少年ジャンプとかマガジンとかサンデーで打ち切りになっちゃった漫画、ちょびっとやって読み切りだけで終わっちゃったような漫画とかね、集中連載で3週間だけやった漫画とかあるんですよ。でもその漫画にも少なからずファンがいて、単行本化はされなかった、そして連載もされなかったけども、懐かしいなってね、たまに思い出すような作品あると思うんですよ。それこそタイトルすら忘れちゃったけども、あ、こんなバカな漫画あったなみたいなね、印象に残ってるなっていうのは山ほどあると思うんですよね。でもそのインターネットの時代にそういうのをポロッと喋った人がいたら、あ、それ分かる分かるみたいな感じでね、あったりとかね、廃刊になった雑誌にもファンがいて、その廃刊になった雑誌がまだね、インターネットでヤフオクとかで流通してるみたいなこともあるわけですよ。だからね、アウトプットすることに今すぐは価値を受け取ってもらえなくても、発信し続けることによって受け取る人はね、日本国内だけでも1億人ぐらいいるわけじゃないですか。まあ1億人全部じゃないと思いますけどね、例えばね、数千万人とかっていうのはすぐ潜在的にいるっていうふうに考えられるわけですよ。そういうのは受け取り手がまだ多い時に発信せずにいかがするってことですよね。私の麻雀店っていうのは半径2キロ以内の人しか来れないような、そんな商売でした。店舗ビジネスですからね。だから可能性がなかなかね、限られてるんだと思うんですよ。で、インターネットで私のね、麻雀店のことを紹介したところで、北海道沖縄の人はどうやって来るんですかと、隣の県の人はどうやって来るんですかと、少なくとも条例にはならないわけですよ。まあ、ですんで、そこに私は感じたのは、リモートでも届けられる価値、そしてリモートでも受け取れるようなお金、この関係を作るために私は店舗っていうのはものすごく不利だなと思ってね、ずっと前から思ってたんですけども、店舗の不利さっていうのはどんなにいい立地でもうまくいくとは限らないんですよね。立地が全てだったら、大学前とかね、駅前とかっていうのは潰れる店が1店舗もないって話になるじゃないですか。でも実際は駅や大学みたいな人が集まるところからものすごく離れたね、裏通りですら繁盛店ってのあるわけですよね。私はそういう意味では、わざわざ探してきていただけるような裏通りの繁盛店、お客さんの数は少ないけども熱心に通ってくださる人がいる、そういうふうなね、知る人ぞ知るみたいなインターネット発信、それでいいんじゃないかなと思います。そこにやっぱり活路は多いと思いますよ。YouTube っていうのはとかくね、チャンネル登録100人200、100万人200万人のはじめ社長とか、寿司ラーメンリクとかね、ヒカキンさんとか、ああいうのがちょっと目立つんですけども、あそこまで行かなくても本当大丈夫です。チャンネル登録もう数千人とか、場合によっては数百人でも稼ぎ続けることはできますからね。だからそこを目指すのもいいんじゃないかなと思います。まあ、そこを目指すとしたら、やっぱりね、動画の本数っていうのは上げなくてはいけないっていうことになるかなと思います。たくさん やらないといけないっていうことにはね。で、少ない動画で当たるにはやっぱりタレント性とかいりますし、いわゆる才能っていうのが必要になってくると思います。才能の上に努力ですね。まあでもね、大した才能がなくても、やるだけで、積み上げるだけでファンを獲得できるのはこの YouTube だと思うんですよ。だから YouTube のね、テーマも一つに限ることはありません。これ外したなと思ったら別のテーマでいけばいいわけですよ。何回やっても特に金銭的マイナスことになる
ことはないですからね、どんな副業よりもやりやすいんじゃないかなと思います。体力もいりませんしね、うん、ということですかね、今回はね。まあ YouTube で3年ぐらいで1億円ぐらいできます、ちゃんとやればね、うん、吉谷さんもそのぐらいになったと思いますけどね。はい、それでは本日は以上でございます。いってらっしゃい。